ハットリ緑地陸上競技場は大阪府豊中市、ハットリ緑地にある陸上競技場。近隣住民の間では単に競技場と呼ばれている。1950年に大阪府へ豊中競輪場として開場し、大阪府や豊中市周辺の都市が主催者となって開催を行った。しかし、同年に発生したナルオ事件や1954年に 高楽園競輪場で発生した騒乱事件により、当時通産大臣だった石橋丹山は、競馬の平日開催中止に同調する形で、競輪やオートレースについても平日開催の自粛方針を明らかにした。これを機に、かねて公営ギャンブル開催に反対していた、当時の大阪府知事である赤間文造は、2月22日に記者団に対し、 1956年度以降の大阪府営競輪、競馬の開催中止を発表した。これは、競馬については赤字であったこと、競輪については土日開催に限定すると売り上げが半減するとの試算によるものであるほか、1953年に発覚した府の競輪事務所に勤務する職員の横領事件を発端とする汚職事件の発生による問題の払拭も図る意味が、 あった。一方、競輪の売り上げが重要な財源であった大阪府下の各都市については、開催中止は死活問題である反面、府の開催分を各市が分担開催することが可能であれば、かえって収益が向上するとの期待もあった。そこで、各都市の競輪組合と大阪府で折衝を重ねた。結果、府営開催は中止するものの、府の所有する。 競輪場施設の提供中止は行わないことと、その一方で豊中競輪場を廃止して、リクリエーション施設へ改装することが決定し、競輪場は閉鎖されるに至った。現存するのは豊中競輪場の後を引き継ぐ競技場として再建されたものである。北緯34度46分33秒統計135度29分15秒。 北緯34.77583度統計135.48750度34.77583135.48750ありがとうございます。